皆様こんにちは絵画骨董買取プロ周華堂金子でございますえ、この作品はですね須田コクさんの抽象画の作品でございます えまあ須田さんといいますとまあ埼玉の出身の画家でございましてえその後まあ関西に出て関西画壇中小画を含めてですね吉原二郎だとのがまあいろいろ現代美術の芸術家たちの交流を通じてですねまあこういった中小画の世界も描か,かれていくわけですけどもまあ70年代に入ると今度は司馬太郎さんですとかまあそういった文学的な傾向も強くなっていくんですけどまあ特にこの1960年代あの一大現代美術 ブームが起こった頃にですねちょうど関西でそういった先生方の交流を通して須田も影響されていったと言われています。やはり今こういった作品がですね今現代の時代に追いついてきたというべきなんでしょうか非常にまあ須田先生の特にこういった抽象画は人気がございますのであのも,もしお心当たりございましたらあの週刊堂の方でこういった作品評価させていただきたいと思っております。 週刊堂絵画骨董買い取りプロでは、須田心太さんの抽象画を探しております。ぜひこのフリーダイヤル、お問い合わせいただきまして、週田心絵画骨董買い取りプロ、共通でございますので、須田先生の作品についてというふうにおっしゃっていただければ、丁寧にご案内しております。須田心太先生の作品、お待ちしております。